セルヒオ・アルバレス・コンデは、スペイン・ガリシア州、ポンテベドラ県カトイラ出身の元サッカー選手。ポジションは GK。1999年に、地元のセルタデビー後のカンテラに入団。2004年にトップチームに昇格するも、当時は、ホセマヌエル・ピントが、聖 GK を務めていたこともあり、B チームでのプレーが主となり、2008から09。 シーズンは、ラシンフェロルでのローン遺跡も経験した。2010から11シーズンに正式に、トップチームに昇格。2011年6月4日のセグンダリビシオンの FC カルタヘナ戦で、トップチーム初出場。翌2011から12シーズンは2位で終え、2012から13シーズンは2006から07シーズン以来となる、プリメーラリビシオンに復帰。 10月5日のセビージャ FC 戦でトップリーグ初出場を果たし2から0の完封勝利を達成したが数シーズンはハビバラスに控え役となる2014から15シーズンからセイジー K に定着2014年11月1日の FC バルセロナ戦では敵地完封能で相手攻撃陣の猛攻に耐え1から0の完封勝利に貢献同シーズンは 全三十八試合フル出場。以降も、聖 GK を死守し、百七十九センチメートルの小さな守護神として注目された。しかし二千十七から十八シーズンは、チームの不審で途中から、ルベン・ブランコに、聖 GK の座を奪われ、十七試合の出場に止まった。以降は、出場機会が減少。さらにイヴァン・ビジャールの台頭もあり二千二十から二十一シーズンは、 不出場で終了。2021年5月20日に現役引退を表明した。ありがとうございます。